土産選びは慎重に行かねえと。特にじいちゃんはうるさいからな。さて、どうしたものかね。これならポンチとコンチ喜ぶかもな。昼間からチンポとチンコが喜ぶだなんて変態。なあ、出た。ちょっと待て、おいらそんなの一言も言ってねえぞ。でもなんて下品な顔、特にタヌキの方殴りたい。それに鬼も。なあ、どういうことなんだよ。お前は一体何なんだ。まさかあの鬼、お前が消しかけたんじゃないだろうな。初めてのビンタ、いわゆるファーストビンタってやつだった。